どうもこんばんは、ザ・ビートルズです。ついにザ・ビートルズ、名前だけ聞くと詐欺のようなバンドですけど、やっちゃいましたね。やっちゃいましたね、ビートルズ。S が一つ増えただけですか、ビートルズから。略すとビートが少ないんですか。ビートが少ない、ビートがひどいってことも。ただひどいかもしれない。俺らディスられてるからサブタイトルのビートルズがやってくるやれやれということで、一応ビートルズコピーバンドをやるにあたって必ず担当がつくんですよね。ああ、やっぱビートルズについちゃうんですよ。で、みやびさんは何ですか、何役で、はい、トールミヤビです。トールミヤビ。トールミヤビですよ。ミヤビマッカートニーで、それはこの感じです。この感じですよ。でも、右利きなんですか？右利き？後ろの方がいいですか？ミヤビマッカートニーで。どうも。ドラムが好きなものはマリアナです。それは本物なんですね。荒牧さん、リンゴスター役でした。リンゴの方見たスター。初めて アラマスターアラマスター、じゃあアラマスターさんで、ミッチーさん、これ何も考えてなかった。ここが厄介なんですよね。ミッチーさんはあのボーカルがジョン役とジョージ役とポール役全部やるんですよ。でギターもジョンとジョージのパート両方やるんですよ。大変だこれが。やれでもね、ゆうちゃんいるから、ね、全部お任せる。担当分担したからね。一応ミッチーハリスって言う。いや、そうっすね、ミッチーハリス、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 ミッチーハリス、ミッチーハリス、ミッチーハリス。で、こちらを自分が純レノン役の海レノンですかね。まあ、いいんじゃない、そんな感じで。いいよ、次の曲行くわね。じゃあ、次の曲行かせていただきます
表情ら一応ですね、このステージは赤ステージ、レッドステージということで、ビートルズの赤版、青版っていうベストアルバムがありまして、一応その赤色の方、最初の1962年から66年までの曲をこのファーストステージでやるっていうことで、今は赤版から曲を選んでお送りしています。次の曲たちってか全部なんですけど赤いやつなんですけど、そのオリジナルバージョンは Help ってアルバムから2曲続けてやっていきたいと思います。She's gonna take it to ride.
ですね。今そこです。安心しちゃった。何を話せば。なんか身内ライブで。アットホームだ。アットホームだ。顔を知っている方のみ。知らない人がいないんじゃない。知らない人がいない。すごいですね。じゃあ続けて一気に3曲ほどやっていきたいと思います。これで最後に赤ステージ、あ、これで一応赤ステージはこの次の3曲で終わりますので、最後まで楽しんでいってください。You look so good. You know you got me going.
曲もらった。